花形隆は、日本のヤクザ、安藤組、大幹部。大江戸の鬼と呼ばれていた。身長は、当時の朝日新聞に174センチメートルで、あると記載されているが、安藤組幹部や退治した相手からは180センチメートルは、超えていたとの証言があり、正確なところは不明である。安藤組組長、安藤昇に最も可愛がられた人物。前科班。 22回の逮捕歴を持った。安藤による評価が高く、花形をモデルとした人物が、小説や映画、漫画に、数多く登場するため、伝説的な存在となっている。喧嘩の強さは、かなりのもので、須崎清、森田忠志、石井福蔵らもと安藤組大幹部や実際に、花形にぶっ飛ばされたという他の組の人間から、証言されている。 花形が喧嘩をするとなった際は、賭けの内容が、勝つか負けるかではなく、相手が一発で沈むか二発必要かといったもので、ほとんどの場合パンチ一発で片付いてしまっていた。人柄については、賛否あり、新宿の帝王と呼ばれ自身も、喧嘩の強さで有名であった、加納三つぐによれば、喧嘩は確かに強いが、それほどの人物ではなく、軍隊で言えば軍装クラスがせいぜいであるという。 要は喧嘩は、死位が、人望はそれほどというイメージで実際に、安藤組内でも慕われているというより恐れられており、酒の席で恨みを買い、身内から銃撃を受けている。その喧嘩は、素手喧嘩と呼ばれ、喧嘩に武器は一切持たない主義であったという話がある。白のスーツがトレードマークであった。このあまりにもぶっ飛んだキャラクターとエピソードから、 当時のヤクザの間では有名で、多くのフィクションのモデルとなった。千歳中学校を、自主退学後、移籍先の国士官中学校において、後の住吉会住吉一会市議会,会長、石井福造と、番長争いを演じた。この時は、国士官大学の柴田不動丸の中で、石井は花形に番長を譲り、花形は石井を年長として立てることで決着するが、ほどなく国士官を、 退学処分された。その後、明治大学ヨ科に進学しラグビー部に所属したが、道部の北島忠春監督によると、記憶にないという。昭和25年、維新副蔵の中介で、安藤の社程となり、渋谷を中心に活動。安藤によれば、力道山が渋谷に出展したキャバレー順序の用心棒を気取り、同店が安藤組への挨拶を書いたため、 花形が店に押しかけ、ちょうど店内にいた力道山を一括し、力道山を退かせたとされる。しかし、森田忠の著作、修羅場の人間学では、この時点では、花形は関わっておらず、順情の店内で力道山を一括したのは大塚みのるであり、追われるように店外に出た力道山に森りたと、花田栄一が退治し一周したことになっている。 安藤が服役中の1963年に暴力団統制会との抗争で視察され33年の生涯を閉じた。なお、花形の墓は東京都世田谷区上徳院にある。漫画家、板垣圭介は漫画グラップラーバキシリーズでたびたび花形をモデルにしたキャラクター、火山薫を登場させている。また、橋本伊蔵と田中昭夫による 漫画、シャモには花形をモデルにした、キャラクター、サオトメカオルが登場する。森田ただしシ修羅場の人間学、戦いてそうらう。ありがとうございます。